ゲートイン完了です。スタートしました。好スタートを切りました12番ナックビーナスですが、すかさず9番ラブカンプ、2頭のうちから3番ワンスインナムーンかわしていきました。前3頭抜けて4番手うちから1番ラインスピリット、5番手11番星雲構成です。その後は3馬身がいて6番手集団、5番アレスバローズ、中段外に8番ファインニードルです。3コーナーうちから2番のヒルノデイバローが行きました。その後ろからは14番ラッキーバブルズ、3コーナーから4コーナーへ向かうところ、7番キャンベルジュニア、中段インに4番スノードラゴン、6番大名プリンセス、後方より10番レッツゴードンキ、外16番レッドファルクス、内は13番ティーハーフで、最後方15番のムーンフェイクという展開となっています。4コーナーのカーブ、先頭はワンスインナムーンです。今年も先手を取り切っています。リードを1馬身ほど、ラブカンプー、ナックビーナス接近、内を狙ってラインスピリット、ファインニードル中段外で直線コース向かいます。先頭逃げるワンスインナムーン、迫ってくるラインスピリット、ラブカンプー、外からは12番ナックビーナス、200を切って4番手、外からはファインニードル追っている、前が混戦になってきた。ラブカンプーわずかに先頭ですが、外からファインニードル迫ってくる、間ナックビーナスですが、ラブカンプー8番ファインニードル、ラブカンプーファインニードル、ファインニードルかゴールイン、ファインニードルわずかに届いたか。